がとうございます。そう今メール送ったんですけど、ショールームね、あのやりますっていうメールちょっと送れなかったんですけど、8時好きぐらいまでします。お疲れ様、ありがとうございます。なんかえバレンタインのなんか女子が作るようなやつがある。これアイテムすげえ。テロップ書いたのなくなってた。ギリチョコありがとう。8時過ぎまで食べた？あります。用できた？あ、そういうことか。え、すげえアイテムがすごいよ。すごい。あ、本命だった。そうだよ、本命しか受け付けないんですいませんね。そう。ゲロってた。そう、天気お姉さん終わりです。お疲れ様でした。で、今日はですね、広島三越8階のバレンタインフェアですね、チョコレートフェア行ってきました。いつももらう側。そう、私はそう、今日今年初お天気お姉さんだったんですけど、こう見えて、そう本当こう見えてって感じですよね。あのね、そうずっとなんだかんだあの何なんだかんだあのあって、あの何でした、歌唱力なり公演とか足のこともあったので初でしたね今年天気お姉さん。なのでもうこの時期になって明けましておめでとうございますと誕生日おめでとう言いました、坂東さんに。そうそう、人がすごく多かったですね。なんかもうほぼ女子って感じだったんですけど、坂東アナか、加藤アナでした。そうでもね、おめでとうと今年もよろしくですを言えたのでよかったです。すごいいっぱいチョコ、ミキア、カピパラミキア君、そう誕生日も言いました、ギリチョコありがとうございます。金曜と実感した。そうですね、私もです。僕もメール、あ、言ったんですね、嬉しかったと思いますよ。肩は何チョコあげなかったですね、あげるとしたら来週です、ね、多分ラブのクッキーかな、ありがとうございます。なんか加藤さんとは今日チョコの話とかあのですね、あと日南キャンプにこのまま行かれてて頑張ってくださいってこと、なんかチョコのバレンタインの話して、なんか加藤さんが高校時代が一番もらってとかいろいろ話したんですけど、なんか私ほのかちゃんはバレンタインってなんか思い出あるっていうふうにいろいろ話したんですけど、本当に思い出って思い出がなくて、なんかバレンタインってなんかもう絶対私作らないな、ああいうことは絶対しないので、キッチンが汚れるだけと私は思ってるんですけど、なんかでもなんか思ってるんだけど、友達は女子力高い友達が多いので、そうストカメラですよじゃないと、いやなんか思うので、あれあれあれ光が、あの思ってるので、そうだからそういう子のなんかお手伝い、まあでも食べる専門で家に行きますね、あのデコったりするのはまあ一応好きなのでね。やっぱ手作りってすっごいなんか大変じゃんないですか、チョコの手作りって意味わからないくらい、もうそのまま食べたらいいんじゃないかなっていうぐらいの板チョコをすごくわざわざ溶かして、すごい可愛い形に手作り感を出すのがすごくなんか女子、本当に女子だなって思います。そういうことできるのは、そうですね、しかも人のこう手をベトベト触ってチョコを食べれるかって言ったらそんなにうんって思うので、まあ食べれる人なら全然食べれるんですけどもね、もう完全に今もう男子の考え方なんで、女子力がなんかないのかもしれないです。でもやっぱアイドルしてていろいろこう女子っぽいことをするので、いろいろ
それで今日はすごいチョコに興味を持った一日でしたね。すごく山くんこんばんは。何があったのですか。別にバレンタインにそんなひどい思い出などはないんですけど、むしろ逆にいっぱいもらって、なんか女子からね余ったものをもらって、すごくいい日だなって毎年思うんですけど、うん、まあでも SJ になっていろいろスタッフさんとかに配ったりとかして、作る時間があまりないっていうのもあるんですけど、いいですよね。でもなんか甘い季節が来たというか、なんかそうだね。全然でものんちゃんチョコ作ったし、いやのんちゃん作ったチョコちょっとあんまり、全部ビニール手袋とかして、なんか箸とかでこうやってデコってくれてるなら全然食べるんですけどって感じですかね。でも冗談、まあのんちゃんの食べれます。うん、感じかな。いや全然私はあれなんですけどね、食べますよのんちゃん。でも今日はすごいいろんなチョコがあって、三越さんにいろいろパフェなんかもいただいちゃって、ドーナツとかをいただいたんですけど、もう私あまり甘いものを買ったり、この甘いものの流行にあんまり食いついたりもしないので、こういうお仕事で行ける機会っていうのがすごくそうワクワクして行ったんですけど、でパフェを結局いただいて、ドーナツもなんかいただいたんですけど、ねとドーナツいただきました。すごいヘルシーなドーナツいただいて、小麦粉じゃなくて、なんと米に粉って書いて、多分あれ米粉って読むらしいんですけど、米粉で作ってるめちゃめちゃヘルシーな、なんか女性に大人気って言われてるやつをいただいて、そう結構たくさんっていうか、まあもらって、私ドーナツは好きな、そういただいたんです。でそうさっき、まあ、ここあれなんですけど、お天気お姉さんが終わってすぐなんですけど、そうバースデーガールに会いましてですね、ドーナツあげました。食べた？美味しかった？なんか そうなんですよ。いやいや、か変換のミスりすぎ、それ。そうです、あったんですよ。19歳20歳だっけ、20歳、19歳ね、いや19歳言い方、19歳成り立てほやほやべちょべちょの人に会いました。なんかほやほやポカポカと、おすごい19ですね、びっくりした。おめでとうってみんな言ってます。そう私と同い年だからね、ほやほやの人に会って、そうドーナツをおすす分けしました。食べポカポカですね。そうなんか食べてあげたから、そう差し入れあげたので、そうたまたまあったんですよ。そうなんか私多分これは全部食べるの申し訳ないなって思ってたんでそうマネージャーさんにもあげたんですけど、すごいみんなおめでとうって言ってる。ハートありがとうございます。シフォンヌさん、カープ好き、石くんさん、ラブね、シフォンヌ、あマミヤさん、キンちゃんさん、イキコさん、小島浜天気お姉さん、カイリくん、ありがとうございます。そうそうそう、食べ物を分け与えるの珍しいでしょ。私はある程度の糖分をもうね、補給できたらもう糖分は十分なのででも米粉で作ってるっていう、そんなヘルシーなんだったらもういくら食べてもいいですね。安心でしたって思ったら、すごいそう考えたら、そのドーナツ屋さんにすごくあれでしたよ、女性の方並んでました。店員も女性、あれ女性か男性かどっちかな分かんないけど、女性男子女性がやってたしね。ですよね、糖分十分、インフンでる、インフンだつもりないんだけど、インフンめてました、初インフンみたい。じゃ前にも分け合ってぜひ食べてほしい、本当に。ドーナツパーティーしますか。
そうなんですよ。でそれでね、あのバースデーガールって話をしてたんです。でそれでね、会った瞬間に言われたことはね、あの今コメントもちらほらあるんですけど、そう、谷口セーターに出れないんですよ私は。そうそう、結局お互い出れなかったっていうね感じなんですけど、でもこの流れで言ったら私の生誕の時、そうめっちゃそうなの、ってめっちゃ驚いてるよみんなね。コメント欄がちょっと険しい感じになってるからやめなさいやめてよ。出てほしく、いや出たかったです、私多分出てほしかったみたいな顔してるよ今そう、でもこの流れで言ったら、でも私の生誕の時に、まっちゃんが手紙書いてくれたから、この流れで言ったら私が書くみたいな感じになってるかもしれない。私絶対書きませんそんなね、あの文章力ないので、あの私はわかんないですね。でもくるぶしもあるかもしれないけどね。そうなのかな、でも課外活動のフェスみたいなやつも危ういからどうなんだろうね。私は多分すごいすごい文章になっちゃうから多分読め書けないですね。書けないし、もし書くんだったら多分読みたい、自分で読みたいかな。そうだねそれもありですね。ほのちゃんの文章怖そう。いやでも出たかったですね。自分の生態より出たかったって言ったらちょっと意味が分からなくなるんですけど、もうその日だけ、もうなんかライブの日だけ誰かのくるぶし借りたいですね本当に。でも日頃お天気お姉さんの日頃の成果を生かして、ペラペラとお手紙を読みたかったんですけれどそう、元気な腓骨をちょっと借りたいです。ギブスです、まだ変えた、新しいのにはね変わったんですけど、別に変えただけで。そうなんですよ、大事ですからね皆さん、くるぶしは。そうだから、なんだっけ、21に出れないってなっててね。そういや、なんか久しぶりとかじゃなく一言目にそれを言われたんで、ってなりましたハートありがとうございます、本田さん。そうそうそう、感じかな。でもこう、まだ私にあのお仕事があってよかったなって思います。あのお天気お姉さんとかは全然できりますし、口は一応食べることとかできるんで食べれるし、よかった本当に。口も多分動けなかった、マジでもう終わってたわ。口が達者でよかった本当。それグッドイブニング、グッドイブニングって読む、これ夕方って感じ。そうですね、あのそしてあの瀬戸マイクのメンバーの中でハルルンと一緒にやってたあのイブニングストリームですかね、ラジオもまた始まりました。前回、先週はハルルンが担当してくれて、そこであの20世紀のカップリングの20世紀メンバーのあの制服の重さ制服の重さ重さよね、重さをそれで解禁しました、音源っていうか情報がね。それ私もちなみに歌っているんですけども、聞いた、お聞きました。そう
来週はまだ分かんないです、誰か全く分かんないですけど、重さです。めちゃくちゃいい歌でしょ、サンチキさん、ヤッホー、制服の重さ、まあでもすごいあのタイトル通りめっちゃこうなんかの大切さをみたいなね、いい曲です。なんかシンドバッドに続くかっこいいめのあのカップリングです。私歌ってるので聞いてください。かのんちゃんとななさんと佐野さんの声だけ分かった、あ、分かりやすい声の持ち主ですね。うん、そうでもね結構アップテンポだね、確かに結構なので、うん、で話がいろいろいくんですけど、そう今日は天気お姉さんをやりました。でも久しぶりだったんですけどね、私あの結構ね緊張しました、今日は緊張しました、めちゃめちゃ、あちょっと緊張するっていう風にちょっとあの小声でつぶやいたらなんかえみたいな、嘘でしょって、らしくないじゃんって言われました、加藤さんにバレてましたいやでもね緊張しても、もう今日はもうオープニング初っ端から何かしらスイーツを食べてたので緊張解けましたね、あの甘いスイーツ食べたらそりゃ、で立て続けにマシュマロでしょ、でそれ終わって食べたみたいな感じ、はい、そうなの、久しぶりにテレビのお仕事でずっとそう前髪伸びてきてシースルー似合う、本当ですか、どう、なんかパッツンとシースルーっていう感じなんですけど、でもいろいろなんかたまにさシースルーにするメンバーとかいるよね、で個人的に似合う似合わない置いといて、なんかあのシースルーの女が好きなの、女性が好きなんですよ、そうなんですよ、結構いますよね、矢野さん、シースルーに言いそうだけど、いやでもいますね、いろいろシースルーにしてるメンバーは、でもこの結構こっちの髪の長さも伸びてきたからじゃないかなって思うんですけどね、まあ、私の前髪事情なんてどうでもいいんですけど、そう天気お姉さんやって来週がバレンタインってもう言うのにびっくりっていうよりか、もうバレンタインが来てる頃にはもう CD 発売してますからね、セカンド、それがめちゃめちゃおーって感じ。こんばんはリト君、アバター変われてますね、そう私もシースルーなんですけど、どこが好き好きなんですかね、そう前日ですからね、すごいいいバレンタインのプレゼントになるね、手作りチョコセカンドを添えてみたいなね、おすすめです。であのセカンドシングルのそのこのイベント、瀬戸内巡り発売記念したイベント瀬戸内巡りに参加してきたのをあれしてますんで、ブログ載せてます、ブログは多分更新されてるんじゃないかな、昨日考えたのでできたので考えてできたんで更新されてると思いますので、今何分、あびっくりした、意外と過ぎてなくてびっくりした、8時15分とかくらいかと思った、あブログ読んでくれました、そうだね57分、ありがとうございます、モバイルブログで読みました、よかった、もうあれかな、今日更新されてましたか、ブログのタイトルだけ読んだ、それはもうこうやってやります、それ読まないこの
やつですよね。ちゃんと読んでくださいね。あのふーちゃんとかまいはちゃんのついででいいんで、たまたま見えちゃったぐらいでいいんで見てください。今日更新 OK？ じゃあ読んでください。あの読んでください。お昼に更新されてた。お、すごい。あれあれ言うのってさ、更新されたらこう更新されました的なさ、あれが来るんですか、通知が。一文字も漏らさず読みました。お、すごいあれですね、温度差がある。え、ねね、あ、来ないんですね。シホンズさんありがとう。誰も何に詰まってるかよくわかんないですけど、なんか詰まってます。あ、ひたすらチェックするんだ。だからか私がさ、ああいうのってなんかあのモバイルサイトのこうニュースとかさ、情報とかはやっぱりひたすらチェックしてるんですからだよね。私が足を折れたニュースの時に、これってどんな感じで知るんじゃろうって思ったんですけど、ねねねね、高木さんすげえ、熊だ、ありがとうございます。てっちゃさんハートありがとうございます。昨日の夜からずっと更新待ちでした。毎回ですね、ヘタさんありがとうございます。何それ。え、それ、え、ナダルさん、あ、普通の人。何かちょ、分かるよ、このこっち側の人、意味の分からない動画にツボってるね。男は24時間おしめの情報を追っている生き物ですね。それはそうですね。そう、すごい、あのもう何コメントが、あのスペシャルゲストとともにバレンタイン仕様になってますね。でもすごい、バレンタインってやっぱ誕生日とかもそうだけど、なんか誕生日でも何でもないじゃないですか。私っていうかもうバレンタインとかそういうのってさ、なんか何でもない日にこういう、しかもチョコをいただく、チョコってなんか茶色いじゃないですか。茶色いからなんかすごい、なんていうの、あったかい気持ちをこうもらってるような気がして、ま、気がしてっていうかもらってるんですけど、多分くれる人ってすごいなんかさ、あのバレンタインっていい気持ちになるなっていうか、あったかい気持ちになれるあれだなと思いました。そう、茶色っていうかなんか茶色色ってすごいいい感じする。うん、ね、なんかあげるんですか、あげるかはもらうか分かんないんですけど、なんかありますかバレンタイン。もうでも今年のバレンタインはもうすごい、もうセカンドシングルって私は感じなので、もう一足一週間早くこうやってお天気でバレンタイン仕様を味わえたのいいですね。ください、のんちゃんからもらってください。あなたはバレンタインあ作るんだ、すごい。ちょっと手伝いに行きたい。そんぐらいでいい。ね。みんなほう、やっほう。チョコ好きなんで待ってます？よし、じゃあお返しは汁なし担々麺がいい、絶対に。そもそもなんかバレンタインって、うんって感じだよね。私も結構買いに、自分用には買うんですよ。なんかか、あ、バレンタインじゃ今日って思ってスーパー行ったらちょっと安くなっとったの買うとか。磯貝さんと同じ。そうなんだ、彼女ちゃん私それそうそうっぽい。皆さん甘いもの欲しいじゃん。嫌い嫌いではないんですけどね。今日なんか食べましたよ、美味しそうに。美味しかったですけど、めちゃ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 美味しかったですけどね。でもね、加藤さんも今日のディレクターさんもめっちゃ甘いものが好きって言ってたんで、みんながハッピーで嬉しかったです。
でも終わってからもう即汁なし担々麺が食べたくなった。でもほんともいよいよ来週ですからね。ビター食べればいいんじゃね。ビターですか。でもビターだったらミルクの方が好きかも。どっちやねんって感じだけど。加藤さんはまた何だと思います。甘いもの好きって言ってました。なんかアイスとかなんか食べるって。何ですか。なんなら僕もチョコじゃなくてラーメンで。じゃあラーメン行きましょう。ラーメン、そうしますか。早いですねそれは。国松の汁なし担々麺、あ、国松行ったんだったっけ。国松さん何だったっけな。便みたいな。便じゃない、あ、パクあ、ラクそう、ラクさんにね、そう、マシちゃん行ってたんですよ。そうそうそう、私はキングケンさん行きようかなと思います。まああれだけどね、あのお仕事で楽を言ってたっぽいんですけど。いや、そう、口パクでこうやってったんやで、それがパクに聞こえた。ガクラクだ。そうです。ちょっともうあのいきなり始めていきなり終わっちゃうんですけど、そう、天気お姉さん終わりにちょっと配信できるような場所があったので。まだかドーナツもらったってマヒメールで来た。本当？そう、配信ねするところに いたっていうかもあったんですけど、なのであげました。はい、そうだから絶対多分お仕事とかさ、メールとか 見ないと配信わかんない人とかは多分あれですね、あれですわ、配信見れなかったかもしれないんですけど、すいません。なんかでもバレンタインっぽいもないですからね。あ、待って、今日ね食べた、私の食べた、もし本当に三越さんに行かれるんだでしたら教えますね。今日行ったところ、知りたいですか。のんちゃんにもあげる。のんちゃんはねきっとくれるから、お返しはもらった方にはちゃんとお返しはします。詳しく、あ、知りたいですか。さすが、教えますね。今日の同じの食べる、あれですね、生写真添えて食べるやつですか。そう、今日だから終わった後放送で一口食べたやつをあの全部終わってから食べたんですけど、あれだった、あの見に来てくださったギャラリーの皆さん、同じの食べて、実質屋の方の方が言って食べてくれてました。美味しそうに食べてましたよ。だからなんかあのファンの方が男の、まあ、いつも来てくださる 4,5 人ぐらいいらっしゃって、で私がこうイートあのこう中で食べるやつであの残り食べてたんですけど、でその机があって、その隣にそのあのファンの方がね一緒に食べてて、イートインですね、あのおじさま方と一緒に5人ぐらいで食べて、でまあ男のマネージャーさんと私で行ってて、なんか私おじさんとデートしてるみたいになって、おじさんあの4人とデートみたいな、デートでパフェ食べてるみたいな感じになって、ちょっとすごいくじわじわきて面白かったです。でもすっごい美味しかったです。はいね。でそんなね美味しかったねやつはね、美味しかった、どこ行った。今日食べたものはですね、ありました。はい、あ、そう、三越さんで行われてる
スイーツコレクションっていう8階にありますね。8階広島三越の8階にあるスイーツコレクションで、まあこれ毎年大人気のイベントなんですけど、私がまず食べたのはマックスブレナーって、これ人気らしいですね。あのピザの上にマシュマロ乗ってるやつあるじゃん、知ってる？私はあのアイス食べてなかった？アイスあるよねコンビニ。あれもあんまり知ってる？知ってはいたんですけど食べたことなくて、それでその有名な、それで有名なお店、有名なんですね、有名なお店の、食べたのはそれじゃなくて、今日グリーンティーチョコレートサンデーっていう、もう結構ザグザグしたあの食感で、そう台本で確認中です。あのしっかりとね名称を間違えてたらいけないんで、情報はね、ザグザグした感じで、なんか中にマカダミアナッツみたいな、なんか仕込まれてあって、すっごい食感が良くて、でバニラアイスとチョコアイスとグリーンティーだから抹茶アイスですね、抹茶アイスが入ってて、でそれになんかね、あのストロベリー、ラズベリーかな、結構酸っぱい感じのあれがこうばらまいてあったので、なんか甘々って感じでもなく、それにこうチョコソースが絡まってるので、いい感じの、すごいいい感じでした。グリーンティーチョコレートサンデーです。グリーンティーチョコレートサンデー、そうです。そう、モバイルメール、私がメール取ってる方は私送ってるやつなので、それです。しかもこれ日本限定のメニューということで、多分そこに行ったらね食べれますっていう感じです。でもらったのはドーナツ、そう揚げたって言ったやつは、こちらって書いてある、こちらしか書いてないですね。あの紙袋ある、あの紙袋名前書いてある、なんかね、そう揚げたんですよ。あ、まだあった、よかった。え、嘘、あれ書いてなかった、あ書いてないですね、三越しか書いてないわ。こちらですね、こちらです。あのもうね、でも、あ、行ったら分かると思います。マックス・ブレナーさんのもう前にある、もう明らかに、ほんまに明らかにドーナツ屋さんっていう、めちゃめちゃ可愛いドーナツ屋さんがあります。それは、そう、実演販売も行っている、小麦粉を使わず米粉で作っている、そう、こちらもうすごいヘルシー、女性が人気そうなドーナツを探していただいたら分かるかなと思います。で今日で、あともう一個、なんかね、このあのもう一個はビーントゥーバーっていう、なんかこれは食べたっていうよりこう体験したんですけど、あのそう、あ、そう、まいちゃんのメール取ってる方、それでちょっと特定してください。ビーントゥーバーっていうね、カカオ豆から板チョコになるまでをこうやってこう回して、カカオ豆をこう入れてこう引く、あのコーヒーみたいな、そうやるやつがあって、それをちょっと体験しました。うん、それを石臼を使って実際にカカオ豆を引いてる実演とかも体験しましたね。すごかったもん、なんかもう引き立てのカカオのチョコを初めて食べたって感じです。うん、って感じでした。そう、カタカナが多くて、でも私がもう丸々1個メールで見せた感じで書いたのはグリーンティー、チョコレートサンデーですね。それめっちゃ食べてほしい。ちょっと時間も時間なのでパッてなっちゃったんですけどって感じです。ゆうぽんさん、こんばんは、パコありがとう。カイタリアンセットね。シホンヌさんハート、キンちゃんさん雪だるまっぽい、これ何、雪だるま、これ雪だるまと、シホンヌさんカップケーキピンクの、すごい着色料やばそう。テツテツさんクッキー、ショウちゃん
お、金ちゃん、さっくりハートさん、てつてつさん、ありがとうございます。ヘンダーソンさん、かぶせきてた、ありがとうございますということでって感じでした。もうね、もう満喫しましたので、バレンタイン皆さんからの温かいチョコレートの待ってます。終わろうかなと思います。メンバーチッター載せるか迷うかな、迷う。でもなんだっけ、あれです、ネイルには載せましたけどね、食べたっていう感じで。この後まだ今日メール来る、メール送れます、送れます、送れます。なしちゃんにドーナツあげたメール送ってないで送ります。はい、ではそう、ありがとう、たっけんさん、こちらも終わりたいと思います。そうなんですよ、バースデーガールもさよならだって、手振ってます。そう、この後配信するかな、わかんないけど、私はここでありがとうございました。なんか真っ白、そこがあってよかったです。あ、ランキング読んでね、読んでね、終わりたいと思います。はい、あ、変わる、変わる、これ大丈夫。13位ふゆちゃさん、12位元剣道部のたっくんさん、11位ズーミンさん、10位しほんねさん、9位カズパンダさん、8位お金持ちさん、7位かいりくん、6位たくやぎさん、5位てちゅてちゅさん、4位しょうちゃんすげえ、しょうちゃん、トマークはるるんさん、はるるん惜しい、金ちゃんさん、ありがとう。3位小島アットマークお天気お兄さん、ありがとうね、今日お疲れ様でした、お天気お姉さんそして2位はナブラアットマークグマさん、おめでとうございます。そして今日の1位というのはドゥルル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 ルン、カープズ岸川さんです、おめでとうございます。ギリギリ残れた壇上じゃない方ももちろんありがとうございます。ちなみに14位はオカポンさん、15位ヘンダーソンさん、16位キンちゃんさん、17位マミヤさん、18位カピパラミキヤさん、19位クラちゃんさん、20位アンナさん、21位リオさん、22位リタ君、はあ、一息で OK、 おめでとうございます、ありがとう。この後メール送りますので、矢野さんとバーツデーガールのツーショットください、あの送ります。え、乗ってなかったっすか、マシちゃんのメール。じゃあちょっとちゃんと送りますね。服がそうだね、黒いから、あの透けてるじゃない、これ何、は飛んでるね色が。ありがとうございます。え、メンバーツイッターもし載せたら拡散よろしくお願いします。あのあれです、公式の方にも TSS さんのアカウントの方にも動画おショットなど載ってますので、たくさんよろしくお願いします。 SNS なのでね。はい、ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。またお天気お姉さん見てください。じゃあね、終わります。加湿器がやっぱ光ってる、え、たたたた、こんな感じ、スクショするのかな、みんな三越バイ、三越マーク、3、2、1、バイビー。誰、どういうこと、どういうこと、すごい偶然、全部すごい、立て続けにアイドルとアイドルが立ってます、すごい、七並べ、ありがとうございました。今日のリップですか、今日のリップ、別に、そう、今日はね、赤じゃないの、このピンクを使ってました。なんかこれめっちゃ探してもなかったんですけどね、
エクセル、サナエクセル、ロージーダズルってやつです。お天気カラーではないけどね。そう、あのシースルーでなんかちょっと年齢が高く見える分びっくりしました。バイバイ、ありがとうございました。ありがとう、バイバイ。